素晴らしい、いいね。こういう無職好きですよ僕は。本当のいい無職だね。無職とニートってさ、うん、体育座り好きだよね。どういうこと？村田光さんでございますね。はい、無職歴2年、男性でございます。最近某アイドルが散歩が趣味だと言っていたので自分もと思い意を決して半年ぶりに外の世界へ出向いたところ、引きこもりで季節感が狂っていたせいか12月の極寒の中半袖半ズボンにサンダルという服装で出てしまい、あまりの寒さにすぐに引き返してしまいましたが、鍵を忘れた上にオートロックだったため親が帰宅するまで家の前で体育座り、冬の寒さと通行人の冷やかな視線も相まって翌日風邪をひき今は寝込んでます。もう半年ぐらいは自宅待機することになりそうです。素晴らしい素晴らしい、いいね。こういう無職好きですよ僕は。いや、いいです、いいです、素晴らしい。無職らしいよね、やっぱね。気持ちのいい無職だね。うん、あの思い立ったらやっちゃうっていうね。もうちょっとドア開けた瞬間分かるよね、あれあれ寒いじゃね。でも始めたからにはね、やっぱりちょっとやり直したい。あ、外ってどんな感じだか分かんないから勢いよく出ちゃったんだろうね。そう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 、またいや寒い帰ろうっつガチャガチャあーっつって。何歩ぐらい外出たかだよね。そうだね、葛藤だったんじゃない。半袖半ズボンでずっと走るとか、うんコンビニに入るとかってまだ手はあったんですよ。だ図書館とかさ、まあね、役所に行くとか、うんうん、その冷暖房聞いてるところに言えばいいんだけど、うん、もうそれ次は多分回らなかったのか、はい、そのなんか数歩歩いた時に力尽きたのか、もう体育座りですよ。体育座り、まあね、あとさ、あの無職とニートってさ、うん、体育座り好きだよね。いや、もうどういうこと？いや、あのさ、家で体育座りすることある？ないな。確かにないね。あぐらとかさ横になったりとかじゃ、なんでさ、うん、こうなるの？そのなんか無職とかのニートの人って。別に予防衛じゃない？普通になればいいじゃん。なんか空になり。戦ってんの。だからATフィールド。体育座りのところにこう AT フィールドがバリバリバリって。そうそうそう。そでヘッドホンつけてさ、じゃかじゃか音楽聴きながらずっとこうしてればきっといいんじゃない？なんかその体育座りっていう選択肢が僕持ってないんだけどさ、割となんか、うんうん、無職系の人ってその体育座りという選択肢をよく持ってるなと思って。ちょっと落ち着くんじゃないや、こう自分を抱きしめる感じが。何かをハグしていたい。あー、一番そう思ってるのはお前の親だぞ。そうかな、そうかな。親にハグしてやれ本当に。ちなみにあの私最近お腹が出すぎて体育座りができなくなりました。おー、すごい。疲れちゃうね。あ、もうじゃあ健常者ではなくなったんですね。あ、だからそういう意味で音竹さんと同じってことでいい？そうだね、うん、俺もドローンになって空飛びたい俺も。そんな思いで飛ばねえよ、はい。はい、無職歴3年25歳男。無職になってから人と話さなすぎてある日寂しくなって外を歩いているとふとティッシュを配るおばさんに話しかけられた、うん、笑顔で返事をしようと思ったから声を出そうとしても声が出なかった。数秒後そのおばさんは苦笑いをして後ずさりしていった。ざあ、普通無言で受け取らない？いや、でもなんかありがとうって口開いちゃったんでしょ、あみたいな。あ、なんかその話そうとしてるかの相手の目を見てあまで言ったけど声が出ないみたいな。そう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 。何がすごいってさ、コメントでさ、あるある同じだ分かるとかさ、そっちが人多くね。コメントでも最近ほら家でさ仕事したりとか、まあ、外に出れないから喋る機会減ってない？声の出し方忘れたってコメントあったけど、うん、まあなさそうね君はね。まあほら別でもなんか LINE とかで友達と会話したりすればいいんじゃないの？ LINE 通話ってことか。君しないじゃん、うん、LINE 通話なんて。むしろ嫌い。しないよ。うん、嫌いじゃん、むしろ。あの、僕は別に、あの、会話したいとは思わないから、別にいいんだけど、なんか、それで練習するとか、いないの？友達がいないのかな？ここでその質問するんであれば、君は敵だぞ、本当に。あの、うん、友達はいないけど、仲間はいるってコメントがありました。あの、ね、あの、友達がいないというグループの仲間はいるんだろうね、うん、きっとね。みんな声を発せずにカタカタと応するね、グループがね。はい、はい。キーボード叩いてるだけで饒舌っていうね。そう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 。無職歴5年28歳女。朝の10時に犬の散歩に行きました。すると一人の可愛い女児が犬に寄ってきました。そして私に向かって、お姉ちゃん平日なのに仕事しないのと言い放ってきました。傷つきましたが今日も無職ですって、ね、はい、はい、ありがとうございます。楽しい無職生活。いやでもやっぱ子供って残酷ね。うん、あ、でも別にほら、あの、素直に働いてないからだよって言えばいいと思うんだけどね。言えないんじゃない、やっぱり。
そうなの？だからほら、あ、別にあの、学者さんとかさ、ほら、別に働いてるかどうかわかんないじゃん。好きなことやってるだけでさ。いや、まあまあ、そうなんだけど、でも、君言えるかい？あの、普段何してるんですかって言ったら、無職です、みたいな。ゴロゴロしてます。あ、そっか、西村さん、金持ってるからね。うん。いや、でもほら、なんかさ、その、ゴロゴロしてることが悪いことみたいに聞こえるとさ、その、年金で生活してる人がまるで悪いことをしてるみたいじゃん。うん、え、悪くないの？悪いだろ？いや、うん、一応ほら年金ってさ、そのなんかあの60、70まで働いてきて、うん、そこでこうお金を、ね、こう入れたわけだから、うん、そんで帰ってきたお金で暮らしてるわけで、別に誰にも迷惑をかけてるわけでもなくて、なんか今までの日本をこう支えていただいてありがとうございます的な思惑なんじゃないの？今だってそいつらが受け取ってる金っていうのは俺らが出してる金だろ？俺らゆいさん、そう出してらっしゃる、はい、いや、そんな出してないんですけど、まあまあまあ、ちょっと俺ら若い世代がヒー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 言ってんだから、その間まで65歳とか70歳ぐらいのじいちゃんばあちゃんってもな、俺らのために働けやって思うわけですよ。何お前ら、まあ、通勤帯のところに来てお前座ってんだよ、椅子に座って、本当にこっち疲れて学校会社行かなきゃいけねえっつうのに。ゆいさんもう若くないしね。若くないね。あとヒゲさんがヒーヒー言ってるのは、あの単にあのデブで息が上がりやすいから階段登るとすぐヒーヒー言ってただけだよね。そうそう、できれば座りたい、うん、はい、言いたかないけど、マタニティより俺の方が重いと思ってる体は、うん、まあ、そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょうじゃないよ、そんなことないわ。あんまり女性で100行く人いなくない？あ、そうか。日本って、まあアメリカとか全然いるけど、日本で女性で100行く人って、はい、あの安藤夏さんぐらいじゃないの？100、あ、まあまあ、あの3時のヒロインさんとか、カズレーザーさんの相方の、そうね、わかるわかる。だけどもう、あの、もうタレントになれるぐらいの見た目ですよ。だから見た目だけで才能だね、やっぱ。確かにそれはね、うん、まあ、あとはその身長180センチある、あの、なんかバレーボール選手でしたみたいな人だったら行くかもしれないけど、渡辺直美さんね、タレントだね。一般の人あんまいなくない？まあいないか。あとだってもうヤフー知恵袋で有名な人ぐらいしかいなくない？あ、そうね、かずみさんだかなつみさんだか忘れちゃったけど。かずみさんね、うん、かなり特殊じゃない、日本でその100超える女性って。確かに。マツコってコメントで書いてあるけど、マツコって今女性なの？そのカテゴリーとして扱いとしてどっちなんだろうね。確かにね、マツコデラックスで125とか、みんななんかあたかも女性かのようにみんなコメントでマツコデラックスって書いてらっしゃいますけど、森さん中も100いかないでしょあれ。なんかいわゆるさ、芸能人の方々を除外して一般の方で100超えれるほどの器の大きさ持ってる方ってそんな見たことないね。確かに、うん、だからそんなにいないと思うんだよね。だからそういう意味でいくと、日暮さん妊娠したらもうすごいですよ。あら、じゃあまあちょっと妊娠してみるみたいな、お腹はしてますけどね、すでにね、うん、はい、はい、じゃあ次いきますか。誰の子だと思う？誰の子だと思う、ひろゆき。ひげさん結婚してるんでしょ？そう、結婚してるのにこの子供がね、誰の子かって話をしてるのよ。あなたよ、あなたの話をしてるのよ。はいはい。いや、だから本当にそのひげさん の, あの奥さんが実家の人に。やめろやめろ、本当に。だからもう一切出すな、いいか。はい、すいません、家族やめろ、はい、本当に、はい、お互いやめろ、はい、お互いでした、はい、はい、そうですね、はい、皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。